はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。肉ばっか食べてると健康に良くないですよ。皆さんから健康を心配されるので、今日はジャガイモを使ったほぼサラダみたいなヘルシーな動画です。いつものこってりな動画になっていると物足りないかもしれません。それでは早速やっていきましょう。まずはジャガイモを用意します。この段階でもうかなりヘルシーです。ソウスケにジャガイモの買い物をお願いしたら、どこで見つけてきたのか規格外の大きなジャガイモを用意してくれました。欧米かってくらいビッグサイズです。今日はこのジャガイモを使ってバーベキューで簡単に作れるポテトボムを作ります。まずはジャガイモをくり抜く専用の器具を使ってくり抜きます。くり抜くだけの器具なんてニッチすぎますよね。この後1年以上使うイメージが湧かないです。くり抜く音が気持ちいいですね。せっかく買ったので、きっとこの後の動画でも登場するはずです。なんだか横にくり抜くとオカリナみたいですね。次にくり抜いた穴の中に好きな具材を詰め込んでいきます。中に入れるのは何でも OK です。お好きな具材を用意しましょう。今回はこんな感じでソーセージやチーズなど、いかにもヘルシーとは真逆の具材を大量に用意しました。あとはくり抜いた穴に具材を詰めます。コーンビーフとかサラミも詰めて下準備は終了です。最後に周りをベーコンで巻いてアルミホイルで包みます。包み終わったので、このジャガイモをグリルで焼いていきます。グリルで芋を焼くだけでおしゃれですね。かなり熱いので火傷しないように注意しましょう。焼けたのでアルミホイルから取り出しています。いい感じの焼け具合で、これは美味しそうです。ベーコンの焼けた香りとバターやチーズの食欲をそそる匂いがします。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はイギリスのコーストンのジンジャービアを飲んでいます。ビアと入ってますがノンアルコールです。アップル果汁にジンジャーの香りを加えたアップルジンジャービアです。ピリッとするような辛さと爽やかな生姜の香り、リンゴの甘さが程よく、とても飲みやすいです。甘すぎないのでジュースが苦手な方にも飲みやすい一本ですね。お酒を飲まない日に一本として選ぶのもありです。それではポテトボムを食べてみます。せっかくなので手づかみで豪快に食べちゃいましょう。熱々のジャガイモとウインナーベーコンがよく合いますね。包んで焼くだけで一つの料理として完成しています。ジャガイモが大きくて少し塩気が足りないので、塩やケチャップで味変しながら食べ進めます。これだけジャガイモを摂取すれば野菜不足も解消ですね。意外とジャガイモはお腹に溜まるので、いぶし銀丸にもお裾分けします。バーベキューとかでお肉を焼いてる端とかでついでに用意しておくのもいいかもしれません。いろいろと活躍してくれそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ポテトボムいかがでしたか？仕上げに溶かしたチーズをかけたり、トマトソースをかけても美味しそうです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。